こんにちは、手島春子です。今日は中目黒にあるヨハンというチーズケーキ屋さんのチーズケーキを2種類買ってきました。お皿とティーカップ、ソーサー、すべてマイセンのものです。後ろに写っているクリーマーもシュガーもマイセンのものです。今チーズケーキが乗っている大皿の方のお花の柄もご紹介いたします。こちらのケーキ皿は五つ花のブーケに小さなお花や虫もたくさん入っている賑やかな絵のお皿です。かわいいものです。同じタイプのこちらのお皿も賑やかなお皿です。虫がたくさん入っていてかわいいですね。蝶々とか、なんか緑色の虫とか珍しい虫です。それとブーケの横に小さなお花や、ここに2つずつ小さなお花が並んでいます。ティーカップ&ソーサー、こちらは兼用カップのいつものマイセンの形とはちょっと違っていまして、少し平べったく口が広くなっていて、金彩が持ち手に十分書いてあって、裏の方には虫が書いてあって、お花が、小さいお花が書いてあります。もう紅茶を入れてしまったので、ちょっと遠くからになりますけれど、あとはこのソーサーの方はバラのブーケです。バラとこの黄色い水仙ですね。あと虫がいます。で、兼用カップと違って縁がこう尖ったところがあったり、少しこう波打っていたり、金彩が真ん中にあったりと、少し違っています。やはりティーカップのソーサーなので平べったいです。こちらもお見せします。こちらの大皿の絵もご紹介いたします。まずはチーズケーキをケーキ皿の方に取ります。こちらも小さなお花や虫がたくさんいて、かわいい賑やかなお皿です。ブーケは少しこの右寄りに書いてあって、こちらの空間にいろいろ虫やお花入れていて、あと周りにもたくさんの虫やお花があり、とても賑やかな豪華なお皿です。今日のマイセンのお皿、ティーカップ&ソーサーのご紹介は以上です。ではいただきます。